吉田さん、世の中にはいろんな契約がありますよね。その契約をもとに、多分その契約を受諾して参加したり契約料を払ったりすると思うんですよ。だからここで肝心なのは、私の覚悟としては、契約後に契約が変わることは大いにあるというふうに私は思ってるんですよね。で、今回の YouTube の件も、自分たちが YouTube に参加した時と、もう規約ってのはどん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 更新されて変わっていくんですよね。で、これは YouTube のことだけじゃなくって、他のいろんなね、商取引でも大いにあると思うんですよ。契約しました、しばらくそのまま使ってました、規約が変更になりました、あ、そういう契約になるんだったら最初から契約しなかったのにとかね、あると思うんですよ。でもやっぱりね、契約ごとって契約後に変わることもあるよっていうのを覚悟しとかないと、本当にね、振り落とされてしまうと思うんですよね。で、 YouTube に関しましては、今回、連絡来ましたけども、まあ私の場合はね、限定公開の動画は、まあ、逆にそのまま消えてもらってもいいかなと思ってるんですよ。で、それによって、限定公開の動画、見れないんですけどっていうふうな問い合わせが来ないかなと思ってるんですよ。で、もう何年も前のものなんで、おそらくその頃に限定公開動画にしたものっていうのは、今情報としては古くなって価値がなくなってると思うので、リクエストがあったら、その時点で、もう一回ね、現代版のやつを作って送ろうかなと私は思ってますね。それだけの時間的な余裕はあると思いますんで、まあ、そういうふうに考えてるかなってところです。で、それからやっぱりね、私のね、この YouTube 活動っていうのも、まあこれから今年中にですね、ちょっとこうやり方を変えようかと思いますよね。それは有料の動画コンテンツってものを商品化して、 YouTube で打ち出していくものっていうのは、いつ消えてもいいような、そういった動画にしていこうかなと思います。まあ、もともと YouTube の広告収益に依存してないところが我々はあると思うんですよ。その広告収益は別に消えても痛くも痒くもないよみたいな金額でやってますし、そこに依存して暮らしてるわけでもないんでね、で本当におまけですよね、 YouTube のアドセンス報酬っていうのは。そうではなくて、集客動画としての YouTube、 そして販売するための動画は YouTube ではないところに置いておこうかなっていう感じですね。これ吉谷さんもすでにされてると思いますし、実はね、与沢翼さんもこういうスタイルなんですよ。 YouTube で与沢さんのフリー動画を見たり講義動画を見るんですけども、そっから与沢さんの商品を買うと、動画は YouTube じゃないんですよね。まあ、Vimeo ってやつを使ってて、でこれがまた結構使いやすかったりするんですよね。だからそういう形に私もこれから下半期移行していこうかなと思います。まあ、そういう意味で2022年は速稼塾は完全リニューアルですね。もう一からリニューアル、今までもいろいろとやってきましたけども、おそらくこの流れっていうのは YouTube 依存からだんだんこう蒸発していくんじゃないかなと思いますよね。だから YouTube に十分慣れた人が YouTube をこう脱出して別の動画コンテンツ、これを扱い出すってことじゃないかなと思うんですよ。もうそれは有料で、例えば年間契約5万とか10万とかっていうのでやってるんで、サーバーもきちっと固まってるし、それから一方的に削除されることもないし、でこれはもう基本的に一般公開動画ではないんで、その有料動画完全に契約した人しか見れない世界なんで、結構ね、一般公開動画じゃない、要するにテレビとは違ったガイドラインが効くんじゃないかなと思うんですよ。昔オリジナルビデオっていうのがありましたよね。今でもあると思うんですけども、アニメとかにはできない、いわゆるこうスプラッタームービーとか、ちょっとこう性的にいかがなものかっていうやつが、まあ、オリジナルビデオになって限られたビデオショップとかに販売されてると。まあ、分かりやすく言うと、地上波ではできないこともオリジナルビデオならできるみたいな、あんな感じですかね。で YouTube もいよいよそういう時代が来るんだろうなと思いました。YouTube っていうのはとかく言論番組にしても画像にしても何にしても、だんだん制限がついてきましたよね。その一つとして、YouTube に慣れてきた人はもう YouTube じゃ不自由になってくるっていう、そんなレベルなんじゃないですか。やっぱりね、そういうのは来ますよね。でこれから私ね、ちょっとね、アンダーグラウンド情報ももっともっと積極的に出していこうと思うんですよ。今
なんですかね、メンバーシップってやつでちょこちょことやってるんですけども、今結構取材をしてるんですよね、あのアンダーグラウンド系のその現場にいる人に。でそれをこれから新しい形、まあ私のアカウント、私の取材で出していいのかどうかっても結構あるんですけどもね、うん、まあでもそういうのも出していこうかなと思います、うん、なんか極秘文章とかね、それから画像とか映像とかね、これはだからちょっと高額になると思いますね、取材に費用もかかってるんで。多分普通の YouTuber じゃ取材できないようなレベルのもんだと思います。あのお金があって時間がないとできないことだと思いますね、こういうのはね、うん、まあそんな感じですかね。あの規約が変わるということは、うん、まあ世界が変わるってことですかね、うん、はい、まあ YouTube 本当にこれからも付き合っていきたいと思いますけども、 YouTube 依存はないかなと。 YouTube 一点だった動画展開がちょっと私の場合は変わっていくってことですかね。そのために後半の半年間使っていこうと思います。いってらっしゃい。